はい、続きこちらに、あの大手ヤンマーさんの博物館があります。ヤンマーミュージアム、ね、ヤンマーの博物館です。でしょ、ここもコロナでちょっと今休館中みたいな、入場は規制されてるようやけど、まあ誕生日会になんかみんなライン使ってるやけど、大阪見ないでしょ、大阪みたいに道具になり、ああやってんの、コロナ追跡かってます、おいね、まあ今日発動されると思うんで、まあもう分かってるんで、もうどうせ分かってるんで、もうねえ、もうあのね、行動ないよ立ち会って、と個人向けサムみたいに拒否したら、措置入院したら承知せんぞ、ほら、言わずらいぞ、今度やったら、しょ、サムが承知じゃない、ここ、ね、演習場として爆撃するぞ、ここ、訓練場にするぞ、ヤンマーさん、ごめんなさいね、措置入院の件、ああ、うさん、自民党、嘘ついてました、さすがですね。知られるヤンマーの家、山岡一家の皆さん、知ってますよ、被害犠牲者の証を知ってましたよ、王の玉と一時的に公職追放処分、行政処分くらって知ってましたよ、知ってたよ皆さん、多分ね、サムの場合だとね、ここも空爆、空襲受けたと思います。黒壁もあるしね、空襲、今には元祖在日米軍とも言うべき、連合軍が、ここにも進駐してるはず、占領ってことです。単純明快占領的救済してこいってことです。あの住民軍軍の政権、あれ、本当ですか？じゃあ、市内じゃ将軍たち、あれ、本当なんですか？あれ、なんか日本史ではいい加減に関わりてるんで、私も学んだんですけどね、なんか子供向けのね、死のね、なんかね、戦後になったら分かると、あれ、嘘っぱちだと思いませんよ。あ、お店屋さんもあれね、結構綺麗でしょ、職人になると国旗が掲げる、ね、まあ、国旗国家は廃止なんで、もう今回の中と、けんね、むっちゃ悪用してるとあんたな、そんなことしねえよな。もうゆっくり眠らせてくれて行ったよ、もう静かに、これ俺の時代終わったんだ、お前らに、お前らが責任持って、そう、意外とね、ここ交通量多いんや、交通量多いんですよね、ああやってね、お仕事してますよ皆さん、コロナの状況下でもお仕事してますよ皆さん、はい、空の状況です。あのサムネイルの関係でこう撮ってるんで、これが電柱の補正作業です。補正作業ね、こっちにもありますよ皆さんの電力、ここ関西電力の子会社がやってるんですよ、やってるんですよ、そんななかなか人間のこうこういうことね、はい、はい、今の工事現場の状況ですね。ここは郵便局です。日本郵政さん、他の職員さん一生懸命やってますよ、接客もいいし、対処してくれるんだよ、積極的に対処してくれますよ、店舗もありますからね、本当こういう商品ありますからね、なかなか紹介してくれませんよ、これどうなったんでしょうね、中止ですかね、よう分からんけど、あんまり情報入ってこんないて、ちょっと地上デジタル放送ちょっと精度見直すわ、もっとと、例えば本社を構えるあの中京地、まあ読みと日テレの参加、ここももうね、もうここら辺も拡大してくれ、もう街頭やかな、
全国知事会もほれ提案しろよ、まあ、全然情報入ってこんわ。西の情報だけじゃなく東京東の情報入ってこんねん。ここに、なんとかしろ。全然見直してないやん。今日隠蔽のためにこれ識別義務化しちゃうよな。また企画なんでたんか。もう廃止するぞ。こんな言いがいすると大変やぞ。はい、今工事中です。今工事中です。もう着地電話回線もうの事業ですね。そう、意外にここ交通量多いんですよ。交通量ね、まあこういう工事中ですね、本当に。多分もうどんなソフトバンクとか楽天とかもう後援会やよ。もう合弁事業株主になったらもうこただ合弁事業やったらもういいと思う。その方がいいと思います。河川行為はあまり言ってわかりますね。ああ、自民党は来週の18日に強行採決してるで。まあ毎度恒例やから分かって、まあこういう大通りもね、まあ毎度恒例の強行採決、どうせずさんな内容なんやろ、内容なんやろ。まあ自民党に対して裁判起こすからな、ああ訴訟起こすから、皆さん自民党に裁判起こせ。もう東京もう首覚悟でいけ。もうみんな自由特別調達が来たらそのコピーを事業者染め詐欺に提出しろ。そうすれば休暇取らせてくれるか、うん、休暇取らせてくれるから、うん、スペルインやさ絶対やから、うん、どうそう決定ええからもう今日逮捕されますからね。怖かったらもうやめろ、うん、だからもうやめろ。そういうことです。法務省皆さんこれが実態です。そうもしだ特別調達のコピーお事業所に提出して、染め先に提出して、行きますか。もう今、もうやめようかなと思ってる。全然自先出勤とか認めてくれない。今日ね、実は言うと、そう、はっきり言えば、本当に遅れたんやんか。たち、むっちゃ遅れたんやん。学校に通知したんですよ。こういうお店屋さんも、もうすぐ閉店に、休業に追い込まれるんや。まあ仕方ない、こういうとこ行って、ね、何や、まあ、こういうことね。イオンや平和の皆さん、皆さんさ、商店街潰してバカにされてさ、ほっときなさい、あんな商店街に。所詮規制協会偏重の連中やから、規制してないや。そう、いい加減なんだ、たんですよ。してたんですよ。あ、独資事業も実態も同じ。給料も上がらんし、ずさんだって分かった。なんか安倍晋三のもとね、なんか商用も最低1年ただもらえなくなったらそうやな。厳しくなったよな。まあ俺なあまりもらったことないんで知らないんでな。あんまり知らないんですよ。あそこにもありますよ。さあ、もう情報公開社会になってもたよ。監視社会じゃなくて情報公開してもたよ、みんなに。皆さん有名人になっちゃったよ。カメラでみんな有名人。さあ、さあ、教えようか、皆さん。さあ、さあ、休業要請したかったら、命令で書いて、いいよ、みんな。情報公開できる。みんな有名になるぞ。夢になるぞ。後で収束した後で。じゃあ話行こうに。有名になるぞ。有名になるぞ。みんな有名になるぞ。いいや。もうアニメ界もう国だよな。もう条例作れ。もう何ビジョンやったら本当に。ええ、ただよ、消毒液大量生産推進の規定を盛り込むとかです。これくらい結局して、独自にスプート。
クボイを購入できるとか、そういう来て盛り込め、うん、クボイ打つにはもうロシア連邦大使館に行かんとなんねえ、ガーン領証もう行くしかないんや、あれ。いや俺も、うん、分かったんで、もういやもう知ってるから、ここのこの辺の位置じゃダメなのよ。こういうところはもうわけのわからない、ね、ワクチンね、ねだから危ないんやで。特にああいう大病院、アウト、長間赤十字病院、市民病院もダメ、うん、病院もダメ、幸福病院もダメ、ああいうところは。本当、これが実態。ね、これが実態なのよ。ああみんな早いマスクしたいよ。残念だけど全部自民党の安倍晋三と麻生太郎、こうなってもね、あと日本の芸能人だとこうなってもだ、ね、よ規制強化してしたり、こんな時代になってもだ、ね、よ。逆に言うと規制強化してるじゃないか、いまだに罰金罰則まで。とああ芸能人のこの女全然自民党文句言ってない、はい、業務委託やねんね。さあこういうことを東に皆さん、さあこういうとこ情報入ってこないやろ、はい、ああ全然入ってこないやろ。タネメガイさん、ちょっとちしよ解禁じゃないだ、もっと広めろ、うん、読売テレビを全国で見られるとかだった、そこまで委員会を全国で見られるとかしろ、うん、ああそれぐらいしろよ、うん、そんなに地デジがいいって言うんやったらもうこの話見ろよ。電波関連の証入院時間よ、お前の目よしこいてえんの、ね、そっちに実態隠蔽してるよ、無理。俺が物的証拠回収者や、もう入退院履歴書持ってるからね、無理やりさせられたって。裁判だと怒るぞお前らに、容赦せんぞこれで。肝硬変の恨みはもう、はい、この前抗議運動あった場所ね、はい、これは現在の終焉と平和堂の終焉、ね、の場所ですね。皆さん大変でしょ、皆さん制服じゃなくてもう私服でいいんや、こういって品格を問われる、もういいんやで、アメリカっぽく。これぐらい小泉さんやりたかったの、残念だけど、こうあーもう規制強化、あー安倍晋三お前小泉純一と奈良の野田義彦までの改革全部潰したいの、分かってるぞ、そしたら分かってるぞ、お前の運動お前のせいで日本こうなってもたんや。アニメ界全国の自民党支持者日本維新会の支持者、一言もう一つ言うわ、さあうちの家族、さあ自民党公明党日本維新の会の党員です、調べてください、与野党の皆さん総務省に問い合わせすれば絶対に残ってるはず、絶対に残ってるはず、マイナンバーなり何でも絶対バレる、バレますから、絶対バレます。さあここも手続きでも俗柄項目、ああ病院でもそう俗が項目、もういい加減やめようかこれ、全然見直してない河野大臣、これ見直し、昨日大将に全然報告聞いてない、なんか罰則のみ強化して、罰則ならどうにするかすればいいだけ、それだけ従わなくてもうこれでいいんや、まあ、単純明言もう強制判断してくださいよ、まあここはもう無理やと思うわ、もうあんな大将せとこんなもんね、ここで公認、そういうこと、そういうこと、うちの家族ね、自民党と公明党、うん、そういろんなところに総員になってたから、そう、それで、ね、献金してたんよ、ごっそりしてたんですよ、絶対利益残ってるわけ、そういうことですね、それにあいつら偉そうな警察も動いたんよ、通報し、そういうこと、もう私、そう今年中がもう、遅くても来年以降にはもう、ああ滋賀県離れることに決定しました、なずたいぞ、あの態度見て離れる無理、ダメだよ、もう離れる決定しました、いいんや、何十年間マイナンバーに関しては住所欄と生年月日の項目開始しろ、これが条件よ、名前とね番号のみでいいんや、これで分かるんや今の時代、そういうことでおそらくからで終わります、以上です。